はい、どうもです。今回はですね、こちら姫天狗ハギっていう食材ですね。ということで、まずは捕獲映像からご覧ください。今日はですね、とある不細工な魚をね、取りに行ってこようと思います。もう普段めちゃくちゃいるんですけど、まだ今まで食べたことなかったんで、そいつを狙いに行ってきます。行きます。ということで、今日はヒメテングハギ。皆さん聞き慣れない魚だと思うんですけども、泳いでたら結構な確率で遭遇して、かなりねたくさんいるんですよ。ただこの魚が売られてるところは見たことがありません。そしてマサル自身食べたことありません。ということはどういうことなのか、今日は検証していこうと思います。水深は14メーターほど。ヒメテングハギは好奇心が強く、海底で待ってると寄ってきます。ちなみに奴らはなんで寄ってくると思います？これね、面白いことに魚って実はね、視力が悪いんですよ。魚種にもよるんですけども、 0.1 ぐらいって言われてます。そう、つまり近くまで来ないとシンプルにね見えないんですよ。そんなこんなで近づいてくるまでは暇なので、岩の中に何やら大物がいないか探していきます。水面から見るとこんな感じ。魚を脅かさないようにゆっくりと動きます。そしてここで奴らを視認しました。ゆっくりと銃の方向を変えていきます。来ました。こちらテングハギモドキとヒメテングハギの群れです。ここでマサル視点を見ていきましょう。黒いのがテングハギモドキ、白いのがヒメテングハギです。基本的に魚は大きいものほど警戒心が強いです。小さい魚が前に、そして大きい魚が後ろからやってきます。ここは耐えて一番大きいやつを狙っていきましょう。ヒット！なかなか大きい個体がつけました。そして突きどころも悪くない。上から見るとこんな感じ。ギリギリまで魚が近寄ったところで、最後は自分から近寄っていってヒット！ということで、こちらがヒメテングハギ。テングの鼻のような角がついていることからこの名前がついています。一見武器のようにも見えますが、これは武器ではなく角では攻撃してきません。それでは目的の魚が取れたところで陸に戻っていきましょう。よし、取れました。ヒメテングハギ、やっぱめっちゃ簡単やな。じゃあこれをキッチンに戻って料理していきましょう。ということですね、今日はヒメテングハギなんですけども、実はマサルから今回ご報告があります。なんとですね、 T シャツ作りました。はい、ということで、ノーフィッシュノーライフ。もうこれシンプルにね、俺が入れたいワードを入れました。魚がないなんて人生じゃないよね。お魚大好きですっていうね、標語です。ということで、初の T シャツ販売、1枚3500円、概要欄の URL から購入できますので、ぜひぜひお買い求めください。まあ、カンマがねここに文法的にはいるんですけども、まあそれは置いときまして、これ正直ね、発注した時もうマジで魚大好きな人だけに着てほしいと思いながらこのロゴで作ったんですけど、なんか思いのほかね、かっこよく仕上がっちゃったんですよ。ということでね、魚好きな人も魚好きじゃない人もね、ぜひぜひ概要欄の URL からね購入してみてくださいといった感じなんですけども、背中はね、小中になっております。マサルスピアフィッシング、まあ、魚釣りってね、英語でねスピアフィッシングって言うんですけども、サメと水中銃っていうね、俺の好きなものをねこれ2つ入れ込みました。そしてですね、こちらの T シャツ、白黒2種類あります。まあ、背中こんな感じね。はい、ということでね、黒に着替えたんですけども、さすがに白いシャツで魚さばけんよ、血まみれになって一瞬でダメになるからね。ということでですね、早速観察していきましょう。はい、こちらがヒメテングハギですね。もうなんと言っても特徴はこの角です。もうテングハギ系の魚の中で一番角が長いです。で、この長い角なんですけども、何のために使われてるのかまだ解明されていません。意外とね、魚はね解明されてないことが多いんですよ。特にね、マイナーな魚の生態なんてほとんど解明されてないですからね。まあ、テングハギといえばね、これですよ。ここ尻尾にね、歯が2つついてるんですよ。これがね本当に危険で、俺も一回サバイバル中に指引きって大変なことになりましたからね。いや、このヒメテングハギなんですけども、めっちゃいるのに誰もついてるとこ見たことないし、俺自身初めて取りましたね。そういえば食べたことなかったぞと。で、ちょっと皆さんに質問なんですけど、これあくまでも俺が単純に来たいから作りたいんですけど、ここにドカンと変な魚、黒天フグとかブダイとか GT とかさ、ここにドーンって絵が載ってる T シャツを作りたいんですけど、このヒメテングハギとかがさ、
T シャツにデザインされたら面白くない？単純にね。もし欲しいって方が多かったらちょっと T シャツ作ってみようと思うんで、コメント欄でね、欲しい人がいたら欲しいって書いてください。ちなみにここにニセ恋手術もドーンってあるデザインはできてます。はい、それではね、 T シャツの話はこの辺にして早速さばいていきましょう。はい、そしてさばいていくんですけども、これ鱗でないんで頭から落としていきましょう。こういうね、ザラザラ系の肌は普通に包丁入れると包丁がね、ダメになるんで、これ裏側から入れた方がいいです。基本的にここ骨あるわ。もう数々のね、こういうニザダイ系の魚さばいてきてますから、もうなんとなく構造はね、つかめてます。で、皮切り込み入れたら、ここの背びれの骨がすごい硬いんで、ここはね、ハサミで切ります。じゃあ切っていきましょう。うわー、内臓が臭そうや。ちなみに海藻を食べる魚は腸が長いです。なぜなら消化が悪いんで。腸が長くないと消化しきれないんですよね。そして、こいつは雑食ですね。これ多分クモヒトでも食べてますね。お腹がね、すごい奥までありますね。だいたいこの辺まである。で、これね、ちょっとね、内臓があった部位がここまで奥まってて、血合いが落とせないんで、3枚に下ろして、洗いにする形で血合い落としていきましょう。これ意外とね、そんな皮硬くなかったわ。反対側、よいしょ。意外と皮柔らかい。テングハギとはちょっと違うわ。でもこれ包丁の切れ味は悪くなるな。意外と綺麗な身してますね。じゃあ反対側いきましょう。これこんだけさばきやすくて、もしうまかったらこれ革命的だぞ。しかも取りやすいし。で、反対側。しかも骨も柔らかい、切りやすい。で、ここお腹の部位わかるかな。これ油乗ってるわ。夏場でこのポテンシャルだったら冬場やばいかもね。はい、それではここ腹骨取っていきましょう。油すごいな、これ。この油。ちなみに漁師の人たちは、テングハギ系は油が臭いから油は切って捨てるって言ってました。どうなんでしょうね。ちょっとこれ傷んでるんで、こう切りましょうか。反対側も同様です。じゃあ、血合い骨を落としていきます。結構奥まで入ってんな。はい、そしたら皮引いていきます。さて、皮目はどうなのか。ニザダイ系は基本的に皮目綺麗なのが多いんで、ちょっと期待してます。うわっ、油は乗ってる。もしかしたら手で剥げるかもな。ちょっと手でいってみようか。無理です。無理でした。ハギって名前がついてるぐらいなんで、いけると思ったんですけどね。めっちゃ皮の引き心地がいい。引いてて気分がいいですね。はい、そしたら次、塩水処理していきます。まあ、今んとこそんな臭くないですけど、基本的には匂いを洗い流してから食べていきます。これで大体ね、それなりの臭さだったら匂い取れます。ちなみにね、真水で洗うとこれね、身に水が入ってっちゃうんで、真水にはね、絶対つけないようにしてくださいね。よし、いいかな。よし、じゃあ水気拭き取っていきましょう。よし、ちょっとこれ味が想像できなさすぎるんで、一口食べてそれで料理決めましょう。さて、どうでしょうこれ。くさー、うわ、ちょっとやばいなこれは。ちょっとこの表現をするとさすがに怒られそうなんですけど、多分草食動物の糞ってこんな味なんだろうなっていう。
これやばいわ。今まで腐った魚も食べたことありますけど、腐った魚よりまずい。もうこれあくまでも言っとくんですけど、雑食系の魚って食べるものによって味全く変わりますから、超臭いこともあるし、なんだこの旨味はっていうことがある。その大前提で言う、臭くない食べ物を食べて育ってるヒメテングハギはもちろん臭くないはずなんですけど、こいつは臭い。どうしよう。唐揚げにしましょう。一日濃いタレに漬け込んで匂いをごまかしましょう。なんかヤギの糞みたいな味するって言ったら、本当にヤギの糞食べたことあると思われるんだろうな。ないですね、まだヤギの糞は。まずは料理酒です。で、ニンニク。ニンニクで味ごまかそう。やばい、今日ノーフィッシュノーライフっていう魚大好きっていう T シャツ着てるのにめっちゃディスってる。どうしよう。美味しくしよう。で、生姜。生姜全部入れようかな。で、ラスト醤油ですね。魚って味が入りやすいんで、普通は20分ぐらいです。ただ12時間置きましょう。これはそのぐらいの強敵や。で、12時間冷蔵庫入れます。はい、それではね、1日経過しました。服はね、もちろん変わってないです。着替えてないです。雑談してもいい。10日間サバイバルするようになって一つだけね、メリットがあったんですよ。それ何かって言いますと、1週間ぐらい風呂入んなくても気にならなくなったということで、僕は今汚いかもしれません。はい、ということで、どうでもいい報告でしたね。ということでですね、唐揚げを作っていきましょう。はい、それではですね、1日経過しました。どうでしょうね。おぉ、ニンニクの匂いしかせん。どうでしょう。みんなこれね、聞いて。美味しくはないけど、マシになったわ。くっさいチーズの醤油漬けみたいな味になった。はい、そしたら、唐揚げしていきましょうか。まあ、おそらくね、ここまで臭み抜きをしてダメだったら、もうね、どうしようもないと思う。てか、身きれいやな。ちなみにこういうニザダイとかの臭さって何なんでしょうね、原因の成分が。魚ってね、特定されてないことが多いんですよね。よし、オッケー。はい、そしたらですね、片栗粉をまぶしていきましょう。ちなみにどんだけ臭くてもタンパク質はタンパク質ですから、食べれますからね。食べれないっていうのは気合が足りないだけです。でもなるべく美味しくは食べたい。よし、オッケー。セット。じゃあ油を入れていきましょう。よし、いい感じじゃないか。入れまーす。よし、いいんじゃないでしょうか。はい、そしたら天使を引いて、はい、それでは完成です。はい、それでは完成しました。いただきます。さて、どうでしょう。最善は尽くしました。ここでレモンをしっかりかけていきましょう。酸味でさらに匂いを飛ばす。よし、いただきます。ほえー、別に美味しくもないけどまずくもないとこまで来た。若干ね、臭みはあるんですけど、ほとんどね、臭みは消えた。で、魚自体の旨味も若干ある。あ、これ普通にうまいかも。慣れてきたわ。これあれだな、うまい回ではまずいけど、まずい回ではうまい方だな。で、これね、多分ね、ヒメテングハギの臭みの成分が水に溶ける成分だった可能性が高い。だから多分ね、臭みが消えたっていうか、醤油の方に移ったんだと思う。これは食えるわ。はい、それではごちそうさまでした。いや、なんとかね、たまたまではありますけども、食べれるレベルまでね、持っていくことができましたね。アンモニアの匂いがするアブライカっていうイカをさばいた時に、うわ、これ絶対まずいだろうなと思いながら唐揚げにしたら、アンモニアって揮発性だからさ、飛んでっちゃってさ、唐揚げにしたら全然うまかった。決め点代わり、頑張れば食えますね。はい、ということでですね、皆さん本題忘れてないですか？ T シャツね、販売開始しておりますので、もしね、欲しいなと思ったら概要欄からね、購入してみてください。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。